とにかく、まあ、喫煙が COPD 肺気腫の最も大きな原因ですということで、禁煙によってと、あるいは禁煙するしか防ぎようがないという病気なんですけども、タバコをやめることによってこのリスクは大幅に減少しますと。山口俊です。今日は9月の9日で、禁煙の方がですね876日目になりますね。ちょっとまあ朝、あんまり時間がないので今日は手短なお話になります。禁煙に関するコメントをですねいただいておるんで、ちょっと2通ほど読ませていただきます。この方、自分1日30本吸ってましたけど、やめると決めたその日から残っていたタバコを全部捨てて、それ以降吸ってないけど辛いと思ったことないですよという、はい、コメントいただきました。ありがとうございます。1日ね30本というと結構なヘビースモーカーですけど、この方、まあ、きっぱり捨ててね、それから吸ってないと、辛いと思ったこともないというね、なかなか潔い方で、はい、素晴らしいですね。やっぱりこの捨てれたっていうのがね大きいと思うんですよね。はい、残ってたタバコをね、もうタバコなりそのライターなりね、タスポなりとか、その物質的な手段を全部立てたっていうのがね、これやっぱあの未練そのものを断ち切るっていうことにもなるんで、タバコに対するね、あの物質的に立つっていうことが一番有効なんですよね、実はね、あの禁煙に関して言うと。はい、素晴らしいなと思ったんで紹介させていただきました。はい、コメントありがとうございました。で今日の主題なんですけど、まあ、こんなコメントが、肺気臭ですね、 COPD って一体何ですかと、よく意味がさっぱりわからないですというコメントがありまして、まあ、コメントというか質問なんでしょうけれど、ですね、まあ、タバコのね、あのパッケージにも肺気臭って書いてあるんでね、肺気臭になりますみたいな警告が書いてあるん で、はい、で僕自身もこの、病気の、初期と2年前に診断されて、まあ、そこからタバコをやめてですね、あの876日目なんですけど今日がね、なので今日はその肺気臭 COPD ですね、慢性閉塞性肺疾患についてなるべく分かりやすくですね、簡潔にあの短い時間で説明します。ちなみにあの僕はあのお医者さんでもなければ、禁煙カウンセラーでもないです。自らですね、肺気臭の初期だというふうに2年前の2022年に診断されて、でそこからあの禁煙チャレンジして、今日で876日目のただの素人のおっさんです。はい、そのことを一応言っときますね。とりあえずですね、その肺気臭、COPD ですね、慢性閉塞性肺疾患の中の一つなんですけども、この肺気臭という病気が、肺の気道ですね、この肺胞ですね、この肺の先のなんかブドウの房みたいになっている部分が徐々に破壊されて、酸素をですね十分に取り込めなくなる病気ですと。怖いですね。で世界の死亡原因のなんと第3位がこの肺気臭なんですね。非常に怖いですよ。で一番の原因はやっぱりその喫煙ですね、タバコなんですよ。でタバコのパッケージにも、まあ、そうはっきり書いてありますよね、これを吸うと肺気臭心筋梗塞になりますと。それはもうパッケージで歌ってますから、非常に怖い病気だということで、あの進行すると、呼吸が苦しくなりですね、まあ、咳や痰が増えたり日常生活に支障が出ますと。で僕がその肺気臭の初期だと診断されたのは、2年前の4月ですね、2022年、健康診断で、はい、言われまして、でその時僕の症状っていうのは、あの咳も痰も出なかったんですよ。もうほぼほぼあの無自覚無症状というか、ただ2021年頃からあの呼吸がねちょっと息苦しいなっていう感覚はあったんですよ。それはあのマスクをこう日常的にねしてたんで、コロナ禍だったんで、そういった影響かなと思ってたんですけども、実はそのごくごく初期のその肺気臭の症状が現れていたのが多分2021年だったんですね。はい、で ほぼほぼあの無自覚のまま初期症状っては進むらしいんですよね。でちょっと呼吸苦しいなとか咳痰が最近出るなと思い始めたらですね、結構進んでる可能性があるということなんですよ、この肺気臭に関しては。
なので早期の発見が、鍵になりますということですね。この治療にはですね、禁煙が一番有効なんですけども、その他薬物療法とか、あとリハビリですね、酸素吸入とかですね、含まれるんですが、根本的な完治っていうのは難しいということで、早期の対応が重要ですと。一番の治療方法としては、もう一丁目一番地でとにかく禁煙しかないですと。でそもそものこの肺気腫の、原因っていうのが、タバコをね29年間吸っていたことが、もうほぼほぼ 100% それが原因ですと。すなわち、喫煙による、長年のですね、その肺の、機能の悪化の表れなんですよね。でこの症状の悪化を防ぐ一番有効な治療方法も、やっぱりズバリですね、タバコをやめることイコール禁煙しかないですというふうにはっきり言われました。はい。でそれでやめて、今日で876日目の禁煙チャレンジですね。で治療っていうのは症状に合わせて行われるので、重度の場合はですね、やっぱこう酸素吸入とかが必要になってくるということなんですよね。今のところ僕の場合は健康的に生活する上で特に支障はないレベルですね。本当のごくごく初期という段階では分かったんで、とりあえずその、ね、普通に生活もできるし、はい、元気に歌も歌えますんで大丈夫かなっていうふうには思ってるんですけど、それも禁煙続けてなんぼなんですけどね。でただですね、この肺気腫ですね、 COPD の初期であってもですね、体はやっぱり敏感に反応しますね。特にですね、高温多湿の夏とかですね、この気温とか湿度の変化でその呼吸に与える影響っていうのはかなりですね、シーズンによって出るんですよ。で僕の場合ね、一番苦手なのが、やっぱり湿度ですね、モイスチャー、はい、高温多湿の環境っていうのがやっぱりどうしてもこの空気中の水分が多くなりますよね。それで息苦しさとかですね、場合によっては、人によってはね、僕の場合大丈夫なんですけど、その呼吸困難とかをね起こしやすくなりますと。で湿気が多いとやっぱ気道も狭くなるんで、どうやらその呼吸がしづらくなるらしいんですよ。だ湿度ですね、これは本当に体に応えるなというか、逆にその冬場の乾燥した、低湿度ですねの場合っていうのも気道がね刺激されるんで、咳とか痰とかを多く出やすくなるんですけど、それは普通の方でも同じなんで、場合によってはねこの炎症が起きたりしますということなんですが、冬場のね、低湿度、低気温の場合、寒いのとかは、これはマスクすると意外とね大丈夫です。冬はねマスクをしてると大丈夫かなっていうところがあります。とにかくきついのはこの真夏ですね、酷暑とも言われる日本の夏は本当にしんどいなと思いますね。はい。あと2つ目がですね、気圧なんですね。この気圧の変動時、今年もね大きい台風いくつか来ましたけども、その前ぐらいになるとですね、非常に呼吸が息苦しくなるなっていうか、でやっぱり気圧の変動っていうのがこの酸素の取り込み量っていうかかなり変化するらしいんですよ。でその時に肺に相当負担がかかるんで、息苦しさがね増すんですね。だからお天気が崩れる前になると僕はその呼吸が苦しくなるんで、分かるんですよ、雨降る前になるとね、天気崩れるなみたいなのね分かりますね。はい。この気圧の変化にも意外と敏感に反応するのがこの COPD ですね、肺気腫の症状ですと。そんなわけで、ね、その住環境の湿度とか温度管理ですね、これ適切に調整した方が良いということで、特にこの COPD の方は必要になってくると思いますね。特に真夏は本当にしんどいです。で喫煙者の中でね、タバコ吸ってる人の中でこの肺気腫ですね、 COPD、 慢性閉塞性肺疾患、肺気腫にかかる割合ですね、これ個人差もあるんですが、タバコ吸ってる人の約 15% から 20%、かかると言われてますね。だから5人に1人くらいなんで、かなり高い割合になってきますね。タバコをずっと吸い続けてるとね、それはパッケージにも書いてありますけれどね、とにかく喫煙が
COPD 排気種の最も大きな原因ですということで、禁煙によってと、あるいは禁煙するしか防ぎようがないという病気なんですけども、タバコをやめることによってこのリスクは大幅に減少しますということです。その中で今日は排気種って一体何なんですかと、排気種についてですね、ちょっと分かりやすく簡潔に説明してみました。はい、ありがとうございました。